斉藤殿。何？どうした？腹を押さえてどうした？食べ過ぎたんか？八幡隊、東堂隊長の配下の者です。そうか。それで何の用だ？東堂隊長から脱走大使についてお話はありましたか？脱走？いや、聞いてない。やっぱり、まったくあのお方は。先日、山並殿の脱走騒ぎに乗じて、三番隊の大使が一人、隊から脱走したんです。三番隊？俺の隊か。はい。脱走大使は、秋元という男で、今もなお逃走中。秋元の行方は組の捜査部隊が追っています。ついて居場所がつかめ次第、会長である斉藤殿が捕獲するよう、区長から命令が出ております。え？いきなり？引き継ぎ業務ってわけか。なるほどね。はい。ということを東堂隊長がお伝えするはずだったんですが、お恥ずかしい。わかった。脱走大使の秋元だな。覚えておく。わからんやろ。秋元だけやったら。お前も偽名名乗ってんねんぞ。山田です。言われたら、そうですかってなるやん。これ、街の影だな。斉藤はじめさん。え？どなたどす？私ですよ。誰です？誰だ？おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。あんか？誰？新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。あ、新選組なんだ。変装ってことか。観察。新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですから、ね、どうすんねん、カゴ使ったら。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。え？どういうこと？どこで誰が見ているかわかりませんから。脅しか？それでなんでこんなところに？東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。東堂さんからは聞いてない。脱走大使ああ確か秋元直接は聞いてないよな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。マジ？やつを捕らえるのは斉藤さんに一任されているかと。ああそう聞いている。で、秋元ってのはどこだ？祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んでいるようで愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。わかった、すぐ向かう。祇園か。初の任務ですからくれぐれもご注意を。では失礼いたします。うまいな、演技が。汚いな。脱走兵の秋元か。祇園の日向屋だったら向かうとするか。日向屋へ向かえ。え、どうするん？これやらんなあかんの？やらんなあかんっていうか、やらんなあかんの？ちょ、ええって。お前ら。プレイ、なんだあいつ。どういた、どういた。ちょっと待って、そこどいてください。ん？
何？右に。左の法則ってやつだこれ。右に避けよう。え？ちょっと。なんで同じ方向に避けるんですか。うわー！避けなきゃよかったのか。飛脚、あ、宅急便みたいな感じか。なんか後ろのやつ。消えた。くっ、なぜ人はこういう時に同じ方向に避けてしまうんだろうな。あの、すいません。怪我ないっすか。急いでたもんだからつい。て、え？おい。お前こそ大丈夫か？どうやら足をくじいちまったいっす。うおー、痛いよー。その痛がりは尋常じゃないな。今すぐ医者にで見てもらった方がいい。そうしたいのはやまやまなんですけど、それはダメっす。まだ配達が残ってるんです。早く手紙を届けないと。手紙を届けるって、その足では無理だろう。なぜそんなに急ぐんだ。うちの客組合は弱小なんです。届けるのが遅れたら、ただでさえ少ない信用も評判もガタ落ちしちゃいます。下手したらそれが原因で組合が破綻して解散なんてことになっちゃうかもしれません。そうなしたら、これはまた無職に逆戻りっすよ。いろんな客組合を受けて落ちまくって、これそれでようやく今の組合に入れたのに。郵便みたいな感じやね。だから足が痛いのどうとか言ってられないんです。早く届けないと。なるほどな、そんな理由があったのか。はい、はい、泣き言なんて言ってる暇ないんす。どんなに痛くても我慢してでも届けてみせます。それじゃあ、ちょっと良い若者だな。俺を見習わねば。痛ーい。やっぱり痛いものは痛いっす。もう無理っす。自分諦めるっす。限界バリバリ感じてるっす。泣き言言いまくるじゃないか。届けないと組合が潰れるかもしれないんだろ。いいのか。それは良くないですけど、自分が届けなくても組合が潰れない可能性もある。その可能性にかけることにしようかと。まったく仕方ないやつだ。だって痛いんですもん。なの、侍さんが代わりに届け配ってくださいよ。俺が。はい、そうっす。残り6件ぐらいですし、お侍さんでもできるはずっす。それに元はといえば、俺を避けきれなかったお侍さんの瞬発力不足も怪我の原因なんですよ。それぐらい手伝ってくれてもいいんじゃないですか。ね、お願いします。お侍様、まだ痛いですよ。お侍さんとぶつかった時の傷が、あー痛い痛い。仕方ねえなお前。納得いかんが、6件ぐらいだと助けてるか。6件で結構広範囲の方だ。どうすんのこれ。仕方ねえな、分かったよ。さっさと手紙を渡せ。やった、あざーす。侍さんよっ、日本一。まったく調子のいいやつだぜ。代理でね。どこに配んの。あ、ちゃんと出てる。時間制限。はいはい、終わった。あ、次。時間がない。1分半しかないってどうなってんねん。はい、終わった。はい、やれと。このままね、このままの流れでね。多分こういうの分かってるから、先の先を読んで。まだ先の先を読んで、効率の良い配り方を。一瞬でここ最後にするべきか。うわ、間違えたかもしんない。いける、まだ焦るな。あと言うて2件やろ。いけんじゃん。あ、余裕余裕。あんま急ぐな、こう焦るな。あと1件。全然余裕じゃん。ほんまか、行ったか。終わった。あんた宛ての手紙だ。お、ありがとう。よし、これで全部配り終わったな。てな、気にせんと。はい、これ違うな。終わったぞ。お、サムレさん、ありがとうございました。なんと俺言っていいか。これでうちの組合も安泰です。まったく調子のいいやつだぜ。これは手伝ってもらった俺です。受け取ってください。何、お、お金も、お金というか、なんか
売れそうなやつもらった。いやそれ以上いい走りでしたね。俺よりも速いかもしれないっす。もともと飛脚だったりしたんですか。いやそんなことはないが、うん、そうなんですか。お侍さんならもしかしたら今日最速の飛脚になれるかもしれないっす。それぐらい素質を感じたっす。自分名前を清川と言います。お侍さんは、ああ斉藤だ。斉藤さんですね。もしよかったらまた仕事手伝ってください。これ斉藤さんに飛脚としての無限の可能性を感じてるんす。ぜひなんとかとかなんとか言って、本当は俺に仕事を押し付けて自分がサボりたいだけなんじゃないのか。えへへへ、まあそれもありますけど、気が向いたらまたお願いしますね。まったくあれだな、これも見てるんだろうな。え、新選組の監視役に見られてるんかと思ったら、あと違うやつに見られてる。気に入らねえなと、あの男。おい、なんでや。いいのか、新選組やぞこっちは。ええんか。改めるぞ御用。まあそんな寄り道しないで祇園行こう。秋元が待ってる。いや待ってないか、待ってはないな。ここで立ってたらこれ水かけられて、おいおいおいどないしてくれはんねんみたいな、ならへんか。これ何してくれてまんねんみたいな、ならへん。水撒いてくれよ。あ悪いことはできねえな。みんなこっちか。待ってる秋元。おいるぞ東堂さん。遅いですよ斉藤さん。ちょっと手紙配ってました。東堂、なぜここに。土方さんが行けって。斉藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。ないけどな。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら名前を覚え直すの面倒です。さてと、斉藤さん強そうだから大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでみます。ああそれでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。まあいいけどさ、もう大丈夫なんだけど。でもさ、龍馬は基本的に人を殺さないみたいなことを言って入ってるじゃん。どうすんのこれ。脱走は死罪でしょ。見張りは頼んだぞ。お、これは何の御用で。新選組だ。騒ぎにするつもりはない。上がらせてもらうぞ。あ、ちょっと来ただけで騒ぎなんよ。ここにいるんか。あら、どうなった？ちょっと待てよ。お前か、秋元くんか。ここに秋元という男が来ているな。なんだ、私に会いに来たんじゃないの？うん、違う、君じゃない。秋元くんなら今お花を摘みに行ってるわよ。便所ってことか。どこにある？ねえねえ、あんなやつ放っておいて、お酒でもいかが？は？彼、新選組だって言うから馴染みになってあげたけど、とにかくドケチ。それに聞けば入隊だってコネ使っただけでしょ？そんな男こっちから願い下げよう。その点あなた強そうだし、結構顔もいい線いってる。それにその羽織、隊長さんしか着れないやつよね。でしょ？よく知っているな。詳しいな。
当たり前でしょ。今京の町で新選組といえば、男なら憧れ、女なら心をなびかす。しかも隊長さんとなれば、私が心変わりしても誰も文句いやしまへん。やめてくれその言い方。あなたなら今すぐ馴染みになってあげる。だからさ、水木ちゃんから離れろ。あ、秋元くん帰ってきた。やっぱお前か。やだ、もう戻ったの。お前が秋元か。俺が来た理由は分かってるはずだ。トンショまで来てもらうぞ。お、すごいへっぴり腰だけど、やるのか。誰が行くかってんだ。悪いけど、あんたを切って俺は水木ちゃんと今日を出る。水木ちゃんにその気なさそうだけど。どこか山奥で二人静かに暮らすんだ。覚悟はできてるんだろうな。うるさい、死ね。やんの秋元くん、やるのか。あ、やられた。簡単に後ろ取られてしまった。負けたくない。おぶろ。やるじゃねえか秋元くん。ギャー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 、うるせえな。やる。まさか秋元くん戦うことになると思わなかったな。しまった、回復使ったのに。さあ、この二人の展開はめっちゃ気になる。この程度でよく新選組に入れたもんだ。さあ、立て。骨で入ったってどういうことな。まままま、待て、頼む、待ってくれよ。待とう。女が見てるぞ、潔くしろ。聞いてくれって、俺はさ、もうあんなとこ戻りたくないんだ。そもそも入隊したのだって骨使っただけだし。どういう骨な。それに嫌ならすぐ辞められると思ってたんだよ。別の掟があったんだな。お前みたいのがなんで新選組に入ったんだ。そりゃ町であんだけ幅利かせてんだからモテるだろうと思って。浅はかだったんだな。行かれた人組ばっかりでさ。確かに行かれたやつばっかだな。俺が無理なんだって。頼む、見逃してくれるなら金を払う。だからもういい。トンショに連れて行くのも面倒だ。さっさとどこかへ帰ろう。え、いいのか。見られてるぞこれ。ああ、ただ逃げるんなら気をつけていけ。表に東堂が待機してる。静かに裏口から逃げるんだな。本当？やったー！水木ちゃん、行こう。よかったな。ちょ、私は。ほら、早く。こいつの気が変わらないうちに。こいつ言うな。私がここから足抜けできるわけないじゃない。そんなことどうにでもなるって。さあ、早く。おい。あ。おお。はあ。秋元くん。おっとばっち。ごめん、ちょっと笑っちゃった。血の汚れって洗っても取れにくいんですよね。とうとう、なぜ切った。なぜだ。なぜって、え、俺なんか悪いことしました。殺す必要はなかった。この男を逃したところで
新選組に不利益になることなど一つもないはずだ。いや、それはちょっと違うな。え？違うのか？そんなんだったらタイは明日にも潰れちまえ。そんなまともなこと言う人だったんですか、斉藤さんって。なんだと。そもそも新選組、それにこの京の町自体がまともじゃないんですよ。勤王だってだけで俺らに殺されたり、逆にそれを追ってる俺らも殺されたりするような場所なんです。私ちょっとおかしいわな、時代が。今から考えればだけど。いや、時代そのものが狂ってるんですよ。そんなところでまともなことを言っても通用しないでしょ。脱走者は死罪。その狂ったハットが狂った時代に生きてる俺らをつなぎ止めてくれているってことです。じゃあお前はそこまで分かっていてなお殺すというのか。殺しますよ。ほら、そうやって最後は誰もいなくなればいい。どういうことだ。そうなれば世の中も少しは落ち着くってもんじゃないですかね。あ、いやいや、今のはただのぼやきです。いや、疲れますよね、隊長ってのも。結構軽く見せてるけど、東堂深いなこいつ。お前、闇が深いぞ。仕事も終わったし、俺先に上がりますね。じゃ、軽く装ってるだけなんだな。ああ、そうだ、一つ言い忘れてました。斉藤さん真面目そうだから先に言っておきますけど、あまり深く考えない方がいいですよ。何をだ。裏口にもうちの隊の大使張り付かせてましたから。あ、どっちにしろ逃げ場なかったのか。彼がこっそり裏から逃げてたとしても、どっちにしろ殺されてたって話っす。脱走は許さず、それが新選組の掟ですから。それじゃ。はあ、汚れちゃったよ。早く風呂入んなきゃ。やべえとこ入っちゃったな。秋元くん。おかしくなるわな、目の前でこうなったら。俺もとっさに笑っちゃったもん。新選組、やばいな。新選組、その場で死刑か。当初に報告しに行くか。もういいやろ、東堂してくれてないのか。やだな、なんか俺が。どうした。おお、謝りもせんねや。ちょっとぶつかっただけなのに。こいつもか。そのうち誰か殺してまうぞ、こんなん。どうして、何があった。いいな、この件は必ず俺ら七番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか。ああ、斉藤か、てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。賞金？何？なんだってんだ。何やった。斉藤だったな。お、柏木さん。あんたは。六番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。伊蔵？岡田伊蔵か。人斬り伊蔵？まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府型の人間を何人も切っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。
あ、じゃあ今の賞金でそういうことか。その遺像が今日鴨川のほとりでうちの大使を切ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えない。そうだな、ちょっと顔に出すぎだな。一応遺像は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊、あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。遺像は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は遺像だ。準備を怠るな。いや、いいんだけど、顔割れてるんよ、こっち。急に、龍馬言われたら。いいぞ。やるしかねえのか。やるしかないのか。そうだよな、この立場だともう、ハンペータも敵だもんな。岡田遺像を探せ。やるしかないんか。でも、ええんか。斉藤さん、こっちですよ言うて、新選組の人が呼んでる中、おう、龍馬やんけ言うて、龍馬ってならない